そんな作業ないんやったら村で配信して、村で配信してもいい、雑談です。午前中配信して水が出るところまでやって、そこからまた配信外で作業する、うん、あれも村も多分うちらのスマートは入んないんだよ。そう、見たフォン誰かテザリング死んだね。多分あれですよ、リックのテザリング死にますよ。エセベンツ、あのあれベンツじゃないですか。ハンドルのエンブレムがなんかわけわかんないエンブレム。しかも後ろのドア、ドアノブ2つ同時に開けないと開かないんだよ。え、そうなんですか。後ろのスライドドアって1つしかスライドドアって2つ本当にベンツかな。リックがそろそろ書き込む。あと10分だね。ラブ T シャツ売ってますよ、普通に白のバージョン売ってますよ、DM くれれば。素材は一緒なんですか。素材違う、これはほらドライメッシュだけど、うん、普通の T シャツ、綿みたいな。でこの T シャツは、まあ、キートスのリターンと、あと写真展でまた出す。あれいいっすよね、藍染めのラブ T。キートスのやつのリターンはこれなんです、この生地です。そう、これ、この生地、このカラーで、あの子供たちとか俺たちとお揃い、はい、キートスも終わっちゃったから、もう終わっちゃったっけ、決して終わっちゃった、そうなん、みんなにもうサイズを聞いちゃったから、はい、あとは写真展の時に出す、うん、これの同じ生地、そうちょっと多めに作ったから、はい、嬉しいですね。普通の白いバージョンとこの青いバージョンと生地が違うから、うん、はい、ほらもうラブティー着てる人に白いラブティー着てる、いいだろう。いや部屋の中にね、部屋の中俺もバファティ作ろうかな。バファティ、バファ、バファ、ひらがなで。ポツン、ポツンがいい。ポツンがいい。ポツン、ポツンがいい。背中にポツン。哀愁がある。ああ、いいですね。可愛いですね。帰ってきて彼女がポツンっていう背中に背負いながら体操座りしとったら抱きしめたくなっちゃう。またそれと好感度上げてくれ、ね、で今度ステッカーにするのかキーホルダーにするのか T シャツにするのか分かんないけど、このチョルモイ君ね、これまだ色入ってないけどチョルモイ君のデザインもね、また作りますからね。チョルモイ君、もう文字入ってます。ああ、それなんだ。そう、もうデザインをそのボツンか多いですね、絵師さんに送ってもう下絵描いたの。チョルモイ君、バファリンって大丈夫なんですか、登録商標みたいに引っかかんない。ひらがなですから。ひらがなだから、はい、ひらがなですから。それが BUFFENRIN とかやったら怒られちゃうと思うんですけど。俺も飲み物買ってこう。飲みながら。ハゲに T シャツまだ早っ、ハゲちゃうよ、早っ。ハゲチャピンさん、おはようございます。チョルモイクのステッカーおしゃれ、かわいい。なんかもう、グッズ作るのめちゃくちゃめんどくさいよな。あ、これはもうほんで郵送作業がもう大変すぎて。郵送作業は大変すぎて。おはようございます。Uパックとかに入れてね。うん、こっち自動販売してないよね。自販ないっすね。換算。あの子、子供が描いたやつの T シャツでしょ。あれは展示しとくけど、なんか無料カードとかにしてもいいよ。子供たちが3人の似顔絵描いてる。それをポストカードにして、写真展に来てくれた人にあげますか。いいっすね。無料で。T シャツ、T シャツ、アイアムアイムソーリー。アイアムアイアイロジだね。ミスターアイアムアイムソーリー。モンちゃんからライン、あ、返事来てました。抱いて。キムさんの写真を送る。抱いて。抱いてください。キムさんに伝えろ。伝えときます。今日の進展。アイアムアイムソーリー。
ボンちゃんも冗談の塊みたいな子やから。いや、ほんとそう。キムさん、だからちょっと変に純粋やから。うん、信じちゃう。女癖悪いけど、多分信じちゃうと思う。本気すると。5人いるけど、ピュアやからね、自分。ちょっとキムさんに、ボンちゃんが5人の彼女と別れてくれるんだったら、付き合ってくれるよって。思って、やりそう。多分、引かれていいですか？いや。でもキムさんの偏見もすごかった。でも農家だからな農家だからな農家嫌だっすよ、農家嫌だなみたいな。農家は嫌だっすよ。いやもう見てこれ違うよ、ボスだよ、この農家のボスだよ。下がめちゃめちゃ可愛いっすよ急に可愛い、セクシーね。後ろあのメンバーの名前入って見えます、見えてます。なんかライブティーみたいなのあるじゃん、参加メンバーの。本当はこの前のラブないはずだったね。あったらよかったね。ああ、よかったです、よかったです、はい。後ろだけのデザインだったんだけど、うん、白いラブティーは後ろはないから。白いラブティーは前のこれと後ろに、下の方に腰のここに便所だろうってあるわけです。この生地にいいですね。これ夏いいよ、暑いでもいいよね。さらっと着てて乾くのも早いじゃん。で、傷まない、そう、このシャツ傷まない、なんかこれのね、デメリットはね、やっぱ洗濯繰り返すとちょっと毛玉みたいになる。デザイン俺がデザインしてるの、そのデザイン店長太郎がこのラブのデザインと後ろのあのチームヒーローのほうとかは太郎がデザインしてる。へー、そうなんすね。おはようございます。おはようございます。おはよう。あ、キムさん、今キムさんの話してた。キムさん、返信来たよ。キムさん、昨日のモンちゃんから返事来た。ああ、嬉しい。嬉しい。なんて言いましたか？5人の彼女と別れたら付き合うって。面白い。面白い。あんたが一番面白いわ。キムさんは通訳の人ね。通訳の人。バファリンと、あ、ワンタロウの大事か。そうです。成り上がり系キム、うん、オールドマーケットのお土産屋さんから旅行会社のガイドツアーコンダクターになった。ずっと昨日なんか恋バナしてたもんね。ねえキムさん、何が？ね、電話ね、電話大変だよね。彼女多分電話です。でも大事なんだよ朝だからテンション低くてよかったわ。YouTube もやってたみたいよ。ね、ニワトリのね。ニワトリチャンネルなの。ちょっとやってました。うん、ニワトリの YouTube チャンネル。でもカンボジアでも職業 YouTuber 人気ですもん。絵柄ですね、多分。優しいツッコミ、俺が…ありがとうございます。あの、レッドベル5本買って、4本当たる、うん、で、また5本もう1回買って、3本当たった、うん、めっちゃ高確率、そんなに当たるの。そう、当たる。ビールもよく当たるよね、ポンカンは ね、バイクとかも当たんないけど、もう1本っていうのよく当たる。ワンキャン、ワンキャン、すごいな。なんか昔のアイスクリームでもそんな当たらんかったですよね。ガリガリみたいな。当たんない。うん。当たりすぎやろ。そうしないとみんなお金ないから。お金ないから。買えないのね。いっぱい当たります。で、缶はちょっと高いよね。缶の飲み物はね。ああいうのは50セントだけど、缶だとちょっと高い。起きてますぜ。大丈夫です。本当バファリンはそんな太った感じないよ。こっち。本当。いや、僕お腹出ました。完全に。本当そう、痩せた少し。俺なんか焼けた結果痩せてるよ。見えるってことでしょ。痩せて見える。錯覚だから。顎ここまでまで。ちょっとお腹出して。お腹。おお。いや、へこましてるやん。え、めっちゃへこましてないよ。めっちゃへこましてないよって何？めっちゃ。こいつ力入れてる。あああ気持ち悪い。そうなんだよ、汚いんだよな。このこういう風にこういうのやる。
You fat man, you fat man, you skinny man, me really fat. Wow. 俺はガチなデブだぜ。おめえやりゃ負けねえよ。丸みがね、あってほしい。俺はそんな体重変わった感じないね。どうだろう。かえって体重計乗ってるよ。痩せましたよ。そうだな。なんか痩せた。毎日ピザ食ってるからな。ひで太郎早。毎朝ピザ食ってる。毎日飲んでビール飲んで。俺酔っ払ってあのバゲットピザ2回頼みましたよ。夜間違って昨日、いや昨日じゃない、一昨日ぐらい2回食ったの。2回食ったんですよ。いや、ワンタロ多分自分で気づいてないけど、うちなんだから一番食ってるよ。そうなんですか。一番食ってるよな。嬉しい。毎度大喜利体操、毎度大喜利体操してる。食べてる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 。ワンタロ食ってるよ。ちょっと動くとね、お腹すく。ワンタロの夜遊び配信見てても、つまみをずっと食ってる。俺なんか口に入れてないと。ずっと食いながら飲んでる。ダメなんすよ。モグモリのせいだわ。ガッツキからすごい。ね、こういう作業するのはいいんだけど、お腹空いちゃうんだよ。そうそう。やだんだよ。ニック、グッドモーニング。トマリン。おいゆー。キムさん、ニック来た。あー、グッドモーニング。お茶枠タイムです。お茶枠50、お茶枠100お願いします。どうでもありがとう。お願いいたします。よろしくお願いします。3分間踊り続けます。3分間踊り続けた、踊り続けます。よろしくお願いいたします。はい、来てました。お茶を50、毎度大喜利。来ました、マーさん。お茶を50、大喜利。ハゲちゃみ、お茶を50、ありがとうございます。大喜利。チャチャ、お茶を50、毎度大喜利。毎度大喜利。あと1分は死ぬ。きついな。3分すぐ来ました。誰だ。マイタコさん。マイタコさんのお茶も毎度毎度毎度大喜利。お茶も10、100か100です。RM さん。RM さん、お茶を入れて。プロアイコンか。どう？大きい。RM さんも、ありがとうございます。ババンババン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 いいよ。もう終わったところ撮りました。おはよう。終わった。ああ、もう撮るやったら撮ってちゃんと。よし、じゃあ今日も途中まで電波があるからね、行きますか。ああ、一汗かいた。待って待って、リックの T シャツがすごい爽やかになってる。リックがゴルフのおじさんみたいになってるけど。後ろ。おう。小田選手。うん。あ、リックなんか今日違うね。うん。ゴルフのおじさんみたいになってる。ああ。パイプ来てますね。ソニーブライン。よし。
よいしょ、ありがとうございます。ベンツ。ベンツ。こんなんじゃねえよ。OK。It's time. OK。ですよ。今日も運転手は、ゆいがさんです。皆さん。